スウェーデンボルグは 400km ほど離れたストックホルムで火災が起き急速に燃え広がっていると言いました友人の家が巻き込まれ自分の家も危ういというのです8時頃スウェーデンボルグは火は消えたと安堵のため息をつきました彼の奇妙な行動の噂はすぐに広がりました翌朝地元官僚がスウェーデンボルグを呼んで火事について尋ねると スウェーデンボルグはまるで自分の目で見たかのように火災の詳細を話しましまた。それから3日後ストックホルムから来た者が火災のことを話しなんとそれはスウェーデンボルグが話した内容と全く同じだったのです。